皆さん、こんにちは。シュナタンです。はい、今回はですね、ゲットレディウィズミーを撮っていきたいというふうに思います。よかったらぜひ最後までご覧ください。ではレッツゴー。はい、ということで、じゃあゲットレディウィズミー撮っていこうと思うんですけど、ちょっと今日絶対にむくみたくないので絶対にむくみを取りたい日あるじゃないですか。みんなにも多分あると思うんですけど、ちょっと今日はそんな日なんです。私にとってメイク前にむくみをちょっとしっかり取りたいなということで、美顔器を使っていきたいなというふうに思うんですけど、私この前ね、肌診断をしてもらったんですよ。なんか結構詳しくやってもらったんですけど、人生で初めて結構褒められたりもしたんですよ、ぶっちゃけそう、私多分肌の元のポテンシャルというか結構いい方だと思うんですね。あんまりこう荒れづらいし、その肌診断では同じ世代の人たちの中でなんか自分がどのぐらいのランキングかみたいなやつが見れる感じだったんですけど、その中でも毛穴が本当に順位が高くって、あんまりこう目立ちにくいというか、ないと言ったらあれですけど、っていう肌診断を受けたんですけど、それでね、まあ、やったーとか思ってたんだけど、なんかこうたるみだったりとか紫外線のこの浴び具合なんて言うんだっけ、潜んでるものっていうのは結構注意を受けたんですよ。若いうちからいろいろちょっとケアをしていった方がいいのかなと思って、最近たるみケアというかリフトアップだったりとか、まあ、むくみを取るとかいろいろ頑張っていこうかなと思っていて、だからちょっと今回美顔器ね、使っていこうかなというふうに思うんですけど、これがですね、実はご提供をしていただいたものになっております。なんですけど、本当に私これ感動したんですよね。使ってみて1回目初めて使った時に、これやばってなったから、みんなにもこの凄さをぜひ見てもらいたいし、今回これちょっと紹介させていただきたいんですけど、ミディセラピーさんっていう韓国のホームエステ専門のブランドになってて、みんな多分使ったことあると思う。9点でもすごい今注目を浴びてるブランドさんなんですが、今回はちょっとこの2つを使って紹介していきたいなと思うんですけど、こちらがシューマジリフトアップクリームっていうやつで、こっちが EMS の美顔器になってます。で、私美顔器結構最近本当にいろいろ試したいなと思って、気になったやつとか試してみたりしてるんですけど、これ美顔器に見えないじゃないですか。まずこのコンパクトさっていうんですか、なんかベルかなみたいな、なんか呼べるんかなぐらいの本当にコンパクトな、本当手のひらサイズっていうんですかね、これがまさにすっごいコンパクトでめっちゃ軽いし、最初私これ見た時、これ美顔器なのって思ったんですけど、しっかり効果ありました。ちょっと後で使っていくんですけど、でこっちがクリームになってるんですけど、ちょっともう使っていこうか。早速使いながら説明した方が分かりやすいかな。このクリームがですね、こんな感じで分かるかな、結構粘度の高いクリームになっております。クリームの中に黄色いつぶつぶが入ってると思うんですよ。見えるかな。これがですね、ゴールド糸っていうやつで、私もねちょっと気になるって言ってた、たるみだったりシワを改善してくれるっていうクリームになってます。ゴールド糸クリームっていう、こんな感じでこれをね、こうやってなじませていくんですよ。そうすることでこのね、黄色のつぶつぶがだんだんこう溶けていくんですね。溶けていって、美容手術とかで糸リフトとか聞いたことあると思うんですけど、まあ、なんかそういった感じでこの糸、ゴールド糸っていうのが溶けていって、こうリフトアップとかをしてくれるっていう。そうだから、このクリーム自体にももうすでにリフトアップの効果が入っているっていう。そうだから、これ使うと本当にスッキリしたんですよ、マジで。まあ、分かりやすいようにちょっと半顔ずつねやっていこうかなっていうふうに思うんですけど、私のまず顔で、結構左がもたつき感があるんですね。わかるかな。私利き顔って言うんですか、こっちなんですよ実は。右側だからカメラとかもねちょっと右から撮ったりとかしてるんですけど、左が若干なんかこうもたつきがあるっていうか、全体的にちょっとこう下がり気味っていうんですかね。結構私普段から右側がこう上がりやすい癖があって、笑った時とかもなんかわかるかな、こっちの方がちょっとこう上がる癖があるんですよ。だからあんまり左側が使えてないっていう私の分析なんですけど、それによって結構左右差が出てしまって、なんか若干こっちの方が私的にはたるみだったりとかが気になるなっていう風にまず思っているので、だからちょっと左を先にやってみようと思います。右やってもさ、やっぱもともとさこっちの方がちょっとキュッとなってるからなんか分かりやすいけど、ちょっと左をねあえて今回最初にやっていこうと思います。でも普段使う時も私は結構左側を先に重点的にやって、なんかバランスよくというかなるようにしてるんですけど、まあ取る量はそんなにいっぱいはいらないかなっていうので、このぐらいかな。専用のスパチュラの
このぐらい、なんか指の第一関節分ぐらいかな、取りまして、もう肌にとりあえずのせます。まずはこれを全体的になじませる。とりあえず半顔だけ塗りました。この EMS の美顔器が2種類のものがあって、ここ下蓋開けますね。おお、飛んでった電源マークとこのちょっと波打った3本線みたいなやつがあるんですけど、でちなみに裏にこの充電ができる点ところがあるんですが、まずこの電源モードを押します。長押し、そうするとピーってなって、今この黄色いライトが光ったの分かりますかね。これが振動モードって言って、まずこれを使ってこうクリームをなじませていきます。なんかちょっとまあ顎から頬に向かってくるくるなじんでくれっていう感じでなじませます。ちなみにこのモードっていうかは3分で自動的に切れるので、この振動モードと後で使う EMS モードを合わせて6分間を毎日できればやるといいっていう風に言われてるんですが、美顔器ってやっぱちょっと時間かかってめんどくさいイメージあるけど、そんなに長時間やるわけでもないから、割と使いやすくって、メイク前にちょっとサッとできるので、そこも気に入ってます。私はちょっとこう首にもやりたいので、軽くなじませていって、で次 EMS モードにしたいんですけど、この電源のマークをもう一回押します。軽く、そうすると赤に変わりました。ちょっとカメラだと見づらいかもだけど、今赤になりました。これで EMS モードになりました。レベルが3段階あって、今は1、レベル1になってます。でこれでこういう感じで顎からね、頬に向かって下から上にこう当てていくんですけど、まあ、最初はやっぱレベル1からちょっとやってほしいんですが、レベル1でまあ慣れたとか、あんまりこうピリピリ感、今私これすごい結構ピリピリっていうのをね実感してます。ちょっとこう針でチチクチクチクって刺されてるような感じなんですが、このピリピリ感とかがあんまり感じないかも、もうちょっといけるかもって思ったら、この上のねマークをピッて押すと、今2回ピッピッてなったと思うんですけど、今レベル2になりました。もう1回押すとレベル3になります。もう一回押すと1になりますという感じで、そのから自分の好みなレベルでできるんですが、結構ね私はレベル1でも割と顔はいいかなっていうぐらい、結構しっかりとねピリピリとなりますね。こうやってちょっとスタンプ状になんか押していってもいいし、こうくるくるっとさっきみたいに続けてやってあげてもいいと思います。こうちょっと引き上げる感じとかね、やっぱなんか普段使わない筋肉というか、さっきも言ってたけど私は右側の方がね普段使っているんだなっていうのもわかるので、こういうね美顔器とかでちょっとそれら辺の筋肉動かしてあげて、まあ、リフトアップを狙うっていうのはすごい大事だなと思うので、私も結構めんどくさがり屋だから、あんまりなんか凝ったことケアとかはできないというかですけど、これは一回やってみてすっごい簡単だったプラスとても効果を実感できたので、今のところは続けられています。私もそんななんか毎日人と会って仕事をするとかっていう職業でもないから、やっぱ結構表情筋とか使わない日も全然あるから、どんどん使っていかないとなって思います。あの EMS ってこう水分があるところに反応するので、このクリームとかをちゃんと塗ってあげないとあんまり意味はないんですけど、逆にこのクリームと併用することですごい効果が出ると思うから、はい、ということで終わりました。どうでしょうかどう、すごくない？結構わかるかな、こっちがシュッて上がったのわかりますか？この方のラインとかもややこっちの方が上がってるのわかるかな。まあ、そのさっきも言ってましたが、もともと私はこっち側がちょっとこうたるみが気になるので、だいぶねこうバランスが取れたというか、なんなら今こっちの方がスッキリしてるんじゃないかぐらいまでリフトアップできたかなっていう風に思います。もう私はこのメディセラピーのクリームと美顔器の虜になってしまいました。最近はこんな感じで、私は基本的にやっぱメイク前かなにやってます。ということでちょっと右側もねやっていきたいと思います。はい、ということでこんな感じで両方終わりました。そしたら
この美顔器のについたクリームはこんな感じでティッシュでちゃんとしっかり拭き取ってあげて保管します。ちなみにね、さっきあのクリーム見せたじゃないですか。クリームの上の部分がへこんでたと思うんですけど、皆さんこれなんでだかわかりますか？なんでだかわかりますか？おーってなると思うんですけど、こちらのクリームの上にこちらの美顔器の蓋がついてない状態ですね。これがなんと合体しちゃいます。すごくない？これ持ち運びしやすいし、旅行の時とかね。ここも私はプチ感動っていう感じでした。やっぱこう自宅でさ、 EMS とかなんかこうちょっとエステのケアができるのがすごい個人的には嬉しいし、やっぱこうしっかりね、むくみだったりとかもすっきりした状態でメイクすることで、なんかいつもよりもちょっとメイクのりもよく見えるというかなるので、一日のね始まりとしてテンションが上がるというか楽しくなるかなっていうので、最近はこのような感じでケアですねを始めました。ということでちょっと長くなっちゃいましたが、メイクをね今からやっていこうと思います。ちなみに今回なんですけど、ちょっと久しぶりに質問を募集しまして、インスタグラムで、ね、質問募集したので、それにね来た質問だったり、まあ、相談とかにちょっと答えていきながら準備をしてまいろうかなと思います。みんながたくさん送ってくれて、いろいろとありがとうございます。いつもそれにちょっと答えていきながらやっていこうと思います。じゃあまず、今気になってるトレンドありますか？ファッションについては結構普段からいろいろね発信はしているつもりなんですけれども、今私がちょっと、まあ、トレンドと言っていいのかっていう感じはあるんですが、若干ブリーチブロー、眉毛をもう本当に色抜いちゃって、あんまりこう眉毛の存在を出さないみたいな、それがちょっと気になっていて、私も今ちなみにブリーチしてるんですけど、ちょっと中途半端なブリーチなんですよ、これは。私からすると、これでもね意外とあんまりこう眉毛の存在ないとは思うんですけど、もっともう本当に白っぽくなるぐらいまで色を抜いてる方が最近本当に私の周りでもいるし、SNS 上とかで見てる方でもやってる方が多くて、前々から眉毛の存在ないの可愛いなとは思ってたんですけど、最近は特にそれが今気になってて、私もちょっと今チャレンジ中というか。ちなみに私この眉毛はもう4回ぐらいかな、一応ブリーチはしてるんですけど、ブリーチ剤というかがあんまり強いものではないので、これは多分抜ける、そのブリーチ剤で抜ける最高レベルだと思うんですけど、結構まあなくなりつつありますが、もうちょっと本当はなくしてもいいなっていう風に思ってます。結構ね雰囲気が出るので、それだけで可愛いなと思って、顔的に眉毛の存在感ありすぎるとうーんっていう感じなんですよ。そうだから意外とこのブリーチブローは個人的には気に入ってるので、もうちょっと抜こうかなっていう風には今一応考えてる。自分の中では夏は T シャツパンツスタイルになるのが定番すぎて悩んでます。まあ確かに私も夏はあんまりこうやっぱ冬とかに比べてね重ね着もできないから、なんかこう凝ったファッションはできないなっていうのは思うんですけど、そんな中でもちょっとこうアクセサリーで遊んでみるとか、パンツが普段多いならスカートにしてみるとか、なんかいろいろとこうアップデートの仕方はあるんじゃないかなと個人的には思います。なんかワンピとかね着てあげても可愛いなって思うし、まあ、T シャツパンツスタイルでもちょっと挑戦したことなかったようなデザインのものにしてあげるとか、まあ、私も普通に季節的にもそうだし、ファッション的にもやっぱ秋冬の方が楽しいなと思うけど、まあ、できる範囲で楽しむようには努力というかいろいろ試したりとかはしてるので試してみましょう。しなたんが最近ピンタレストでピンした画像を見たい。私が最近ピンしたのはこんな感じです。結構まあバラバラというか、気になったなんかこうアイテムが例えばあったとします。それのなんか着こなしだったりとか着回し方っていうのをちょっといろいろ見たいなって時は、そのアイテムで調べてなんか一気にピンしたりとかはするんですけど、最近は割となんかいろんなムードの、とりあえずこう合わせが可愛いなって思ったやつだったり、このアイテム可愛いなって思ったやつとかあったらとりあえずピンするようにしてます。人の話を聞くのは好きなのに自分のことを話すのが苦手です。悩みです。私も結構そのタイプです。どちらかというとあんまり本当あんま仲いい子にもって言ったらだけど、仲いい子にもあんまり自分のことを進んでは話さないかも。話したくないわけでは
ないもんね。別に苦手っていうことだから、私も別に話すのは嫌じゃないけど、なんか個人的には人の話を聞いてる方が好きだったりとか、無理に人に話す必要は個人的にはないかなって思ってる。まあ例えばですけど、なんか友達に最近悩んでることとかないの大丈夫とか言われたら、ちょっと思ってることを話したりするかもしれないけど、自分で解決したいだったりとか、自分の中で解決ができるっていうタイプかもしれないし、なんか向こうが悩みを打ち明けてくれたから、私もじゃあ悩みを打ち明けなきゃっていうことでもないと思うからいいとは思うんですけど、まあでもただ私が実際にその節がちょっとあるなっていう風に感じるんですけど、悩みをこうあんまり相手に話さないからこそ、結構自分の中でその悩みが蓄積してっちゃうと思うんですよ。でそれをなんか見て見ぬふりをしていくと、多分どんどん自分の中で知らずのうちに溜まっちゃっていて、なんかこうあるタイミングとかで一気にそれがバーンって爆発して、もうキャパオーバーみたいな状況になっちゃう時が来るかなっていうふうにも思うから、なんか適度にこう人に打ち明けるっていうのはとっても大事なことだなっていうふうにも思います。私も実際前にもう本当に一回ちょっとやばい時があって、その時は聞いてもらって、とりあえず解決とかじゃなくって悩み聞いてもらって、それでちょっとこうなんか気が楽になったっていうか、だいぶ本当に違ったので、人に話すっていうのは、まあ、なんか適度に話せる人に話せばいいんじゃないかなとは個人的には思います。話しやすい人だったりとかいると思うので、なんかそういうのってフィーリングでねある気がするので、私もこの前フリマに出会わなくていけなかったです。またやってください。そうフリマね、改めて皆さんありがとうございました。来てくれた方々めちゃくちゃ楽しかった。やっぱみんなからもフリマやってくれて嬉しいですとか、来てくれた方もすごい皆さん嬉しそうにしてくれて、とってもやってよかったなって思いました。半年に1回とかくらいのペースでやれたらいいなって思います。みんなにも会えるし、あんまりねイベントとかは私やんないから、またやれたらいいなって思ってます。好きな人といい感じかもとか思ったら、一個上の先輩といつの間にか付き合っててにもかかわらず、距離感バグでボディタッチしてくるのやめていただきたいって思いながら、シュナタン見ながら自分磨き頑張ってます。嬉しい、最高だよ。ほんとね、いますよね、たまに距離感バグな人って感じでいますよね。私は結構そういうの、まあ、自分がやられても絶対そうだし、見ててもなんか明らかになんかこいつみたいな冷めちゃうタイプなので、もうそんなやつは放っておいて、自分にフォーカス。素晴らしい、嬉しい。私見ながら自分見て頑張ってくれてる、嬉しすぎる。私も頑張らないと。でもきっと辛いよね、好きだった人がさ、いろんな意味で辛いかも。失望もするだろうし、いつの間にっていうショックもあるだろうし、でも自分磨きしましょう。楽しいですよね、自分磨きも。21歳です。お買い物だけの遊びに飽きました。何か大人の遊びありますか？なんだろう、私は結構お買い物もまあたまにするけど、お買い物は割と私は一人で行くことが多くて、なんか自分のペースで好きなもの見れるし、まあ、人と行くお買い物も楽しいから好きなんですけど、ご飯に行くことがやっぱ多いかな。とりあえずなんか遊ぼうってなったらご飯というか、もはや遊ぼうっていうよりはご飯行こうって誘う感じになってきてますね。結構私はまあお酒飲める人とかだったら、ちょっとそういうおしゃれなねミストロとかそういうところに行ったりとかして、ちょっとしっぽり飲みながらとかもするし、最近は割となんかもう逆に自然を感じに行くことも増えましたね。そんな大自然とかじゃないけど、ちょっとまあ公園とかでゆっくり過ごすとか、なんかテイクアウトできそうなもの買ってゆっくり過ごすとかしてるかな。なんかそうやって過ごしてる時は結構幸せだなって感じるし、ただただその友達と会話して一緒にいるっていうのも楽しいから、結構最近はそんな感じで遊んでるかもしれない。上半身がごついのが一生の悩み。なんかね、最近はこうなんて言うんだろう、美の基準というかがちょっとやっぱなんか過度に行き過ぎちゃってるなっていう感じは私もすごいするなっていうのは思います。結構なんか国によってもその美の基準って全然違うって言うじゃないですか。型にとらわれすぎずにいることも大事かなとは思うけど、でもやっぱね、自分がもしなりたい姿というか、が今とはまあ全然違う体型だったりとかってなってくると、やっぱそれにちょっとギャップがあって自分のことを好きになれないとかがあると思うけど、でもなんか私は最近は結構まあ人それぞれ
本当に10人十色だから、それがすごい素敵だなって思うし、その個性をいかに自分が好きになって活かせるだったりとかしている人が結局素敵だなって個人的には思うから、悲観的になるよりは自分のことを認めて好きになろうと努力してあげるのも大事かなとは思います。それは私だってできることならなりたい人だっていっぱいいますけど、まあ、もうなれないからさなんか努力で変われるところだったら、まあ、努力したらいいかなって思うし、努力で変われないんだったらそこ好きになってあげてってする方が気持ち的にもハッピーかなっていうふうには思います。まあ、でも悩むは悩みますよね。私だってコンプレックスいっぱいありますからね。耳が立ち耳なのとか鼻がちょっとなんかでかいとか口角が下がってるとか、いろいろ探したらありますけど、それもそれで好きになれたら勝ちじゃないですか。自分のためにも努力はしてます。可愛いかもの観点、基準を自分で変えちゃうみたいなイメージ、まあ、そんな簡単にはないですけどね。もちろん今狙ってるスニーカーとかありますか？いつも見てます、ありがとうございます。スニーカーね、私最近あんまりスニーカーのモチベじゃないというか、前ほどスニーカーをそんなに履かなくもなったし、今はどちらかというとスニーカー以外の靴の方が欲しいなと思っているので、狙っているものは今はないかな。同じ学年に好きな人がいるのですが、どう話しかけていいか分かりません。私も多分同じ状況だったらわからないと思う自分からなんかアピールするとかが本当に苦手なタイプなので難しいですが、なんだろうね、なんかまあ知り合いというか共通の友達とかがいるんだったらその子に頼ってみるとかかな。本当に何のつながりもなかったらどうするかな。ちょっとなんかあれかも、アイコンタクトから始めるかなちょっとなんかよく見てみるとかで、なんか目があったら一緒にこって笑うみたいな、そのぐらいからスタートするかな。いきなりこう話しかけるのはなんかね、ヤッホーもおかしいしさ、なんかちょっと質問してみるとかかな。それか近くにいるタイミングとかで、あのこれってこうだったっけとかから話してみるとか、そっからの展開はちょっと想像つかないですけど、冷静沈着にね、ああこれはこうだよみたいな感じで答えられて、あありがとうで終わっちゃうしまあでもとりあえずその人と話すっていう目標は達成できてるんじゃないかなと思うから、そんな感じでやるかな。まあ、でも多分共通の友達っていうのが一番いい案な気はしますけど、それがもしできなかったら目配せから始めましょうアイコンタクト。シナタン的最近のホットスポットは、私ねこの前京都に行ったんですよ、旅行に。京都が好きになっちゃって、なんかねすごくのびのびとゆったり時間が流れる感じっていうのかな。私なんか街も結構こうシックというかさ、色合いがやっぱこう落ち着いた色合いで本当に落ち着くなっていう風に思って、すごい好きになりました。だからちょっとまた行きたいなって思ってるし、結構なんか美味しそうなご飯屋さんとかもめちゃくちゃあったし、すごい良かったホットスポット。自分の言動に毎日反省会してしまいます。なんでこんな言い方しかできなかったんだろうとか。わかる、私も超気にしいだから、本当にパッて何気なく言っちゃった言葉で、後からふとそれがフラッシュバックしてきて、あれなんで私ってあそこでああいう言い方しちゃったんだろうとか、もっといい言い方できたのにとかめっちゃ考える。だから超わかるけど、でももうそれってどうにもできないじゃないですか。なんかね、その子の記憶を消してとか、なんかタイムリープできるとかならワンチャンあるけど、今現段階ではそれができないと思うから、それはそれで過ぎちゃったことで次に生かすとかしかできないかなって思います。それについてまた話す機会があったんだったら、ちょっとあの時こういう言い方しちゃったんだけど本当はこう思ってるわけじゃなくてとか、ちょっと誤解を解くとかくらいしかできないですよね。次に生かしましょう。終わっちゃったことは変えられないので。 MBTI 何ですか、ここが合ってるとか教えてほしいです。私はですね INFP ですね。一番出てくるのは時々 ISFP とかにもなったりしますが、私は基本的には INFP で、 INFP はちなみに日本人に一番多い性格っていう風に言われてるんですけど、結構まあそのなんか説明とか見てても確かにわかるみたいなのは割と多いんですけど、個人的に、まあ、MBTI もそうだけど、最近私がなんかそういう系でうわめっちゃこれ自分だわ超当たってるって思ったのが数秘術っていうやつで、なんか生年月日からねその
自分の数字っていうのが出てくるんですけど、ちなみに私が4だったかな、なんですけど、すんごい当たっててびっくりしました。友達にもね結構最近やらせてる私さこの前これやってさめっちゃ当たったんだけどみたいな感じで、ちょっとやってみてよとか言って友達にもやらせて、まあ確かにめっちゃ合ってるっていう人もいれば、最近はちょっと違うけど前まではこうだったかなっていう人もいるけど、個人的にはその数秘術が最近めちゃくちゃ自分の中では私じゃんって思ったかも。大人になると友達なのに何でも話せる相手を区別してしまいます。シュナタンはありますか？もちろんありますよ。友達ってやっぱね、いろんな友達がいると思うから、私もそんなみんなに自分の全てを話してるっていうわけではないし、やっぱね大人になってからの友達っていうのもすごい距離感難しいなって思います。あんまり干渉しすぎてもなんかうまくいかないし、なんか本当適度な距離感っていうのが大事だと思うから、でも逆にもう本当に昔から友達、学生時代も一緒に共にしてきてみたいなっていう子とかにはすごいまあいろいろ話したりもするし、なんかそういう子たちってもう何があってもなんか受け入れてくれるっていうか、本当その青春時代を知ってるからこそいろんな自分の姿を知ってるだろうし、学生時代ってもう週5で会ってるわけじゃないですか。だからそれはやっぱそこで仲良くなった子たちって一生の友達だよなっていうふうに個人的には思うし、大人になってからそういう友達をね見つけられるのもすごい素敵だなとは思うけど、みんなに全部私のことを1から10まで話すっていうのはしてないとかできないというかかなって思うから、個人的には別にそういう本当適度な距離感っていいと思いますけどね。他人軸で生きてしまいます。自分軸の見つけ方教えて。他人軸ね、私も結構周りのからの評価だったりとか、やっぱこういう仕事をしてるっていうのもあるかもしれないけど、やっぱ考えちゃうんですよね。すんごい考えちゃうけど、まあ、よく言われてることではあるんですが、なんかそこまでみんな自分のこと気にしてない、自分って私のことね気にしてないです。本当多分、まあ、結局みんな多分自分が一番というかだと思うし、そんなさだって24時間ずっと相手が自分のこと考えてるわけでもないだろうしって思ってくると、なんか自然とやっぱ自分の考え大事にしなきゃなとか、まあ、あとは私も最近になってこれはあちょっとなんか気づき始めたっていうかのことがあるんですけど、意外と例えばねもっともっと自分にフォーカスしないとって思って自分のこと見ようとするけど、でもやっぱどっかでどう見えてるか気にしちゃってみたいなあると思うんですよ。意外とこう自分にフォーカスする方法ってそのまま自分を見るっていうよりは、誰かと対話をして、友達とかね誰かと会話をしている中で自分の考えが分かってくるなっていう風に思ったんですね。本当に何気ない話とかでも、あこのことはちょっと私考え方が違うなって思ったり、自分がこう思ってること話してて相手はこう思ってないみたいなことを聞いた時に、あ自分ってこういう考えなんだとか、そこで自分がだんだん分かってくるなっていう気もしたので、人と話すっていうのもすごい重要だなと思いました。そこでなんか改めて自分の考えを見つめられるというか、見つけられるというかなっていう風に思ったので、だからといってなんか頑固にはやっぱなりたくないじゃないですか。私もちょっとね自分の考えを押し付けちゃう一面はあったりするんですけど、そうならないね一応考えてはいるつもりですが、まあ、でもやっぱ学生の時だったりとかそういうお年頃の時とかはやっぱり、ね、他人の評価というか他人と比べちゃったりっていうのが多いと思うから、難しいことでもあると思うんですけど、本当になんか重ねる経験を重ねていくにつれてだんだん見方も変わると思うから、今すぐにでもそんな他人なんて気にしないってできないと思うから、徐々に徐々にでいいと思うんですけど、そういう感じで私はちょっと考えるようにしてるかな最近は。友達誰も信用できない、どうしちゃったのそっか、でもなんだろうな、なんかもう思い切って環境を変えてみるとかっていうのも個人的にはありかなっていうふうに思います。本当に人間って自分の今いる環境でしか生きれないっていうか、その環境によって本当に考え方だったりとか何もかもが変わってくるなっていうふうに思うから、あなたのその周りにいる友達のことがなんかちょっと信用できないなって思うんだったら、信用できる友達を探しにというか環境をちょっと思い切って変えてみるといいんじゃないかなと思います。その環境が今いる環境が自分に合わなかったのかなとか、そんなでも急になんかブチッと切るっていうんじゃなくて、まあ適度に、難しいけど適度に距離感保って
生きながら新しい環境を探す、思い切れるんだったらいきなり変えてみるとかっていう人も全然いると思うし、のがいいんじゃないかなって思いました。ちょっと私今日そばかすメイクしてみようかな。なんか気になってたけどずっとやったことなくて、実はちょっとやってみようかなって思っちゃってるかも。どっから描けばいいんだ。濃すぎた濃すぎたかな。もはやマスカラとかでやった方がいいのか、みたいな。大丈夫これ大丈夫、これでぼかしていけばいいのか。あ、取れちゃうじゃん。最近ハマってる手料理、最近ね、私手料理と言っていいのかっていうところは若干ありますが、朝ごはんにバナナを半分に切って縦に、でそこにグリークヨーグルトとあとなんかナッツとかブルーベリーとかココナッツとか入れて作るものにハマっていまして、手料理と言っていいのか本当に分かりませんが、それを毎朝のように食べております。やっぱね、バナナは朝食べるといいって聞くから、そういう面でもちょっとハマってますね。え、なんか大丈夫みたいな待ってますかねこれ。もうそばかすってこういうことだもんねって言い聞かせる。ちょっとチークでぼかすか。今年の夏は何したい。今年の夏です。私あんまりさ、夏好きじゃないって言ってるじゃないですか。でもちょっと今年の夏、夏を楽しんでみようかなと思って、なんかちょっと海とかそっち系、夏ならではなことをちょっと楽しみたいなって思ってます。だからなんかちょっとリゾート系とか旅行しに行きたいなとか思ったり、水着をね去年多分着てないんですよ。そうだから水着もちょっと今年は着たいなって思ってる。自分の一日を素敵なものにするためにやってることとか意識してることってありますか。なんか毎日毎日できてるってわけではないんですけど、やっぱなんか、あ、今日すっごいいい一日だったなっていう時とかって、だいたい前日に夜とかにまず反省会というか、今日の一日はこんな一日だったなみたいな反省をしまして、でそれを活かしつつ次の日の計画を、そんなびっちりじゃないけど、性格的に私はあんまびっちり計画立てるタイプではないから、ある程度やりたいこととかをちょっとポンポンポンって出してみて、明日こういうのやろうとか思って寝て、次の日起きてそれをやり遂げれた時とかってやっぱすごい、いや今日すごい充実してた、素敵だったなっていう風に思うから、っていうので行くと前日の反省、そして次の日の大まかな計画っていうのが大事なのかなって思いますね。毎日はできないですけどね、もちろん。こんな感じどうですかこれ。そばかすに見える、ちゃんと今までやったことなくて新鮮だから、なんかちょっとんって思ってるんだけど、新鮮だからそう思っちゃうっていう風に思っておこう。そうするとありって思えるかもなかなかいいのでは。ちょっと鼻の上中心にやりました。ちょっと夏っぽいですね。夏っぽい。シナタンってイライラすることありますか。いつも穏やかで優しそうなので。ありますよ、イライラすることなんて。私3姉妹なんですけど、お姉ちゃんが作詞作曲した曲がありまして全然お姉ちゃんそういう仕事とかじゃないけど、本当にちっちゃい時になんかふざけて作った歌があって、なんかそれぞれのね自己紹介みたいなをする歌があるんですよ。その歌で私怒りんぼって言われてましたからね。怒りんぼシューナって言われてました。ちなみにお姉ちゃんは明るい、自分はいい風に言ってるんですよ、明るいって。妹はなんだか泣き虫だったかな。まあ、でも大人になってからなんかそんなに減ったかも、怒ることは。割と穏やかな性格だなっていうのは自分でもちょっと思うぐらい、私人にもまあ言われるぐらい、怒ることはまあ少ないかもだけど、でも全然ありますね。し、私はなんかちょっとそういうイラッとしたこととかがあると、まあ、仲いい子とか気が許してる子と前とかだと出ちゃうので、態度に。それがやめたいんですけど、それはでも全然あります。ちっちゃなことでもなんか割り込みしてきた人とかイライラするし雨の日とかさ、傘をさ垂直に持たずに水平に持ってる人とかさ、あっぶないなーって思うし、イライラすることなんていっぱいありますよ。私生理前とか本当もうキレ症なんじゃないかっていうぐらいイライラしてますからね。それはしょうがないことでもあるかもしれないけど、わ、めっちゃタイミングよく
一箇所だけ化粧していいって言われたらどこのメイクしますか？私は絶対的にリップですね。私ほんとすっぴんやばいんですよ。唇の色がなさすぎて。リップかな、一箇所だけって言われたら。とりあえず唇に色をつけるかな。シナタンなら距離を置きたいと思った人のインスタフォロー外す。別に、どうかな。そこまで気にしないけど、なんかどうしても見ることすら嫌みたいな状況だったら、まあ、外すかミュートにするとかかな。そんなに関わってなかったら別に外してもいいんじゃないかなと思うけど、外して例えばね他の人にすごいなんか詮索されるとかなんかそういうのだったらもうミュートにしちゃうかなと思います。はい、ということでだいぶ質問答えたと思うんですけど、メイク完成いたしました。今日はそばかすメイク、ちょっと夏っぽい感じでやってみました。いい感じかも。夏は可愛いかもしれない、このメイクも。ということで髪の毛をやっていきたいと思います。髪の毛なんですけどね、質問でも来てたんですけど、この前の私のディーゼルのイベントに行った時の髪の毛のやり方を知りたいっていう風に言ってくれた方がすごい多くて、今日もそれをやっていこうと思います。前髪は本当まあ個人の自由っていうかそれぞれ自由でいいと思うんですけど、私はスタイリング剤つけちゃってオールバックでいきます。ちょっと凝った風ですけど意外と簡単なので、ちなみに用意するものはこのチビゴムとヘアゴム、普通のヘアゴム2つと、まあ、ピンは使うか使わないか分かんないけどっていう感じで、まず普通にポニーテールをしちゃいます。ここはねもう縛っちゃって大丈夫。高さはもう自分のお好みですが、私はまあ中間ぐらいかなって、ポニーテールをまずしてあげます。はい、今こんな感じで普通に見えるかしら、普通にポニーテールをしたんですけど、お団子の下に三つ編みをね3本ぐらい作ってたんですよ。この縛ったポニーテールの下側、割合は好みなんですが、私は髪の毛そんな多くないので割と下は少なめなんですけど、この下側の髪の毛を三つ編みにしていきます。私は前3本三つ編みを作っていたので、これをまたちょっと3等分しまして、でまずこっちの髪の毛を三つ編みにする。これはまあ3等分した髪の毛全部やっていくっていう感じです。とりあえずここの三つ編みは特にポイントとかもないですとにかく三つ編みにしていく。で三つ編みしたらこのチビゴムで縛ります。これを下の髪の毛で3本私は作っていきます。こんな感じ。ここの三つ編みはね個人的にはあんまり太すぎない方が可愛いかなって思いますね。細すぎてもなんかあれだけど、その前に私は毛量が少ないというか髪の毛が細すぎてボリュームがないので、あんまりいっぱい取っちゃうと上の髪の毛がなくなっちゃうので、自然とそんなに量は取れないんですけど、今このぐらいの量で三つ編み作っていきます。この三つ編みはあんまりなんかギュッてやりすぎない方がいいかもめっちゃポイントあるじゃんねポイントはまあないですとか言いながら結構ポイントあったけど、あんまりこうギュッギュッて詰め詰めでやらない方が綺麗に三つ編みが保てると思います。ギュッギュッてやりすぎるとなんかうねうねしだすので。どのぐらいの頻度で美容室に行かれてるんですか、いつか次元に戻そうとか考えてますかっていう質問もあったんですが、美容室はまあ月に1回ぐらいのペースで行ってます。ちなみに今私赤色を入れていて、カラーしてる時とかはやっぱちょっと頻繁にね月1ぐらいで行かないと根元も伸びてきちゃうしカラーも落ちてくるので、そのぐらいで通ってるんですけど、地毛に戻すとかは今のところはそんなに考えてないです。でもまあ地毛に戻したくなったらやるだろうし、黒髪も黒髪で好きだから、なのでいつかは多分まあ地毛にはなると思いますが、今のところ予定はないですね。はい、ということで今こんな感じで下の髪の毛三つ編みにできました。そしたらこの上をもうお団子にするだけなんですけど、あとは私のお団子のやり方は二分割して、横に二分割したらこれを一回縛ります。でこの残った毛先をぐるぐるっと巻きつけていきます。で巻きつけたらもう一本のヘアゴムで上からお団子を
縛りつける。こんな感じでギュッと縛れば完成です。綺麗かな、大丈夫かな、ちょっと後ろも見えてないからあれだけど、ちょっと気になるところあったらピンとかで留めつつ、綺麗、綺麗でした綺麗だった、綺麗だったかな、こんな感じです。はい、簡単です。髪の毛も完成しました。本当にめちゃくちゃ簡単、特にアイロンとかもいらないので、これだったらおすすめな髪型です。はい、ということで最後コーディネート紹介していこうと思います。はい、ということで本日のコーディネートこんな感じでございます。じゃじゃん。トップスはですね、この黒のフォルターネックのキャミはブラックアップでゲットしたものでございます。でその中にですね、これ私この着方すごい好きで気に入ってるんですけど、アベモアのこのギャザートップスを中に着まして、その上からキャミを重ねるのがすごい可愛くて、そうお気に入りなんですけど、こんな感じで今日は合わせてみました。こっちがちなみにグレーの方なんですけど、色合いがすごい絶妙な感じで、意外とでも合わせやすくってお気に入りです。このね、肩のフリッとした感じが可愛くない？このボディのところだとピタッとさせて、肩でちょっとふわっとみたいな、このバランスがすごい気に入ってる合わせ方です。ベルトがザラのベルトです。こういう太いベルトを巻くのにハマっていまして、今日はラインパンツに合わせました。このラインパンツはメルカリでゲットしたアディダスのラインパンツです。メンズサイズの結構ゆったりしたものを選んだんですけど、ちょっとこう腰落としてだるっと履くのが気分だったので、このサイズ感にしました。でバッグがシーシーってものかなっていうところのバッグで、シューズがザラのやつなんですけど、こちらのアイテムたちもすごい気に入ってるんですが、まずこのバッグはこのちょっとメタリックな感じっていうか、光沢感のあるツヤっとしたブルーネイビーっていうのがすごい可愛くて、サイズ感もすごいちょうどいいし、コーディネートのねアクセントにもなるので、すごい気に入ってるバッグです。このシューズもめっちゃ気に入ってるんですけど、ちょっとこうバレーシューズっぽい感じではあるんですが、なんかガーリーすぎなくって、このレースアップの感じだったり、ちょっとなんかボクサーっぽいよう なんかニュアンスも入ってる感じというか、がすごい気に入っていて、でホワイトっていうのもやっぱコーディネートがね明るくなったりするので、足元ちょっと透け感出て可愛いなと思うので、はい、お気に入りのアイテムです。ということで本日のコーディネートはこんな感じでした。はい、ということでこのような感じで準備がバッチリ完了いたしました。今回あのね、あのご提供をしていただいたメディセラピーさんのね美顔器とクリームもちょっと紹介させていただいたんですけど、今回私はねもうむくみをどうにか取りたいっていう感じだったんですが、全然あの日頃からのケアとしてもすごくあのおすすめなアイテムたちなので、ぜひ概要欄に詳細載せておくので見てみてください。で今日はちょっとそばかすメイクにも挑戦したりとかして、すごいいい感じに個人的には気に入ったスタイリングができました。ということで本日はこのような感じでやっていきたいと思います。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ。